こんにちは、ニーハオ音楽プロデューサーのヒロです。今回はトップラインメロディーと、歌詞を書いています。ビートメーカーのダーティオレンジです。今回はトラックをやらせていただいてます。今回、スン・ルイさんのソロデビュー曲ということで、はいはい、おめでとうございます。今回トラックは、どういう風に、後半の展開がパーカッションをメインにした感じになってて、途中で、あれですよね、追加しましたよね、うん、最初ベース1番があって、最後後半にちょっと違う展開を入れて、違う展開を入れて、なんかドロップみたいな扱いで、うん、でその鳴ってるメインのものがパーカッションに音階がついてこう変化して、トライバルな感じに、さらにトライバルな感じになってる、うん、今回は、歌詞も、書かせてもらって、まあ、メロディーはこう、うん、トラックもらった時にこうマイナーですごいかっこいい曲だったんで、まあ女性アーティストってことであえてメロディーは結構、うん、メジャーっていうか明るい開けたメロディーにしてこうそのギャップを楽しんでもらえるように作ってあります。で、シュガーフリーっていうコンセプトで書かせてもらってて、まあ、どういう意味かっていうと、まあ、その今までずっとグループでこう活動してきてたと思うんですけども、こうやっぱりこう綺麗、可愛い、パーフェクトみたいな、こういう可愛さみたいなのをすごい前面に出して活動をされてると思うんですけれども、ソロっていうことで自分らしさとか個性とかそういうものをより出していけるような楽曲にできたらなと思って、そういう意味でシュガー、うん、キラキラしたそういうのを一回取っ払って自分らしくフリーになっていこうみたいな、なんかそういう今の時代っぽいようなこういうコンセプトで歌詞を今回書かせてもらっています。なので、まあ、今回そのスン・ルイさんのキャラクターにぴったり合うんじゃないかなと思いました。楽曲もすごいかっこよく仕上がって、うん、ルックスも完璧だし歌もかっこよくて、ぜひ、中国の、皆さんに、たくさん聴いていただけたら嬉しいです。中国の皆さん、ぜひ聴いてください。お願いします。